ブリティッシュミッドランド航空92便不時着事故。ブリティッシュミッドランド航空92便不時着事故。ブリティッシュミッドランド航空92便不時着事故とは、1989年1月8日に、イギリスの航空会社である、ブリティッシュミッドランドゾラ、現、BMI 所属のボーイング737から400型機が、不時着した事故である。事故現場近くの村の名前を取って、 ケグワース事故とも呼ばれる。機体は1年前に就航したばかりの最新型だった。機長、副操縦士とも経験豊かだったが、この方の操縦経験は、機長は23時間、副操縦士は53時間しかなく、エンジン関係のシミュレーターは未経験だった。ヒースロー空港を19時52分に離陸した、ブリティッシュミッドランド航空92便。 ボーイング737から400型機体記号 G-ABM はベリファスト国際空港に向けて飛行を開始した。しかし20時5分頃、高度28,300フィート、約8,600メートルの地点で第一エンジン、左辺のファンブレードのアウターパネルが外れた。機体が振動し始め、操縦室内に煙と周期が充満。 コックピット内の第1エンジンの各種パラメータ表示もめちゃくちゃになった。クルーラは第2エンジン、右舷が損傷したと思い込み、スロットルを戻して停止させた。第2エンジンを止めたことで第1エンジンの振動も幾分収まったため、クルーラはその処置が正しかったと確信してしまった。その後第1エンジンはしばらくの間は正常に動作しているように見えた。 緊急着陸のために直ちに最寄りのイーストミッドランズ空港に向かい着陸態勢に入ったが滑走道端から2.4回りの地点で第一エンジンが火災警報と共に再び激しく振動し始め出力が急に低下した風力を使って第2エンジンをしようと試みたが速度が遅すぎたためうまくいかなかった衝突の10秒前に機長は機内放送で 富士見に備えてください。と二度繰り返した。機体は空港から900メートルの地点にある M1 高速道路の東側土手に衝突、さらにその先の西側土手の斜面に激しく衝突した。すぐに消防隊が駆けつけ燃料への引火は阻止できたが、富士技事の衝撃で39名が死亡した。その後病院に搬送された8名が死亡し、犠牲者は、 四4 7名となった。クルー二人は生存した。死者は機体前方に集中していた。事故後の調査では乗客が最初の異常振動発生時に火を吹いているのを目撃していた左側エンジンは墜落前にはすでに破損していたことが確認された。ボイスレコーダーの解析によりパイロットが故障と判断して停止させたと判明した右側エンジンが調査されたが、 墜落前の損傷は発見されず、健全な状態だったことが判明した。調査の結果明らかになった事故過程は、まず左側エンジン全部のファンブレードが破損し、バランスが崩れて振動を発生し、破片がエンジン本体を損傷させた。エンジニーの燃料供給を自動で調節するオートスロットル機構がファンの回転数が低下したのを検知して回転を上げるために、 左エンジンへの燃料供給を増加させた。燃料の過剰供給により、後方に火を吹き、乗客がその炎を目撃している。パイロットは、異臭からエンジンが発火し空調に、煙が流れ込んでいると判断。その際に、機長は、副操縦士に対して、どちらのエンジンかを尋ねたところ、副操縦士は、それは、火だ、いいや右ですと答えている。 事故後の聴取で副操縦士は何を見てどう考えてこのように回答したのかは覚えていないと述べた。機長も737型の空調は右エンジンのみに接続されているとしてその判断を指示したが実際には改良型である737から400型では空調は両方のエンジンに接続されるよう設計変更されていた。直ちに第2。 右エンジンのスロットルが戻され、その結果激しい振動は収まった。機長はすべて正常のようだなと発言し、副操縦士も安定したようです。煙が少し残っていますがと答えている。ただしこの時、機長お及び副操縦士の両方が見ることのできる第一エンジンの振動計の表示は最大限に振り切った状態だった。 機長の機内アナウンスで、右エンジンの停止を知らされた乗客は、左エンジンの発火を目撃していたので不審に思ったが、パイロットが判断ミスをするとは考えられず、意味を唱えることはなかった。キャビン後方には3名の客室乗務員もおり、左エンジンからの炎も目撃していたが、機長の機内アナウンスの中で右エンジンを特定するような発言があったかどうかの記憶がないと、証言してる。 その後、パイロットは、着陸前の機体コンディションの再チェックを実施した。これが、手順通りに行われれば、第一エンジン振動計の異常表示にも気がつく、はずだった。だが、途中で管制官から12000フィート、3700メートルに降下できることを知らせる連絡が入り、更新のためチェックは中断されたままとなった。そして着陸に際して第一、 左エンジンの出力を増加させたことで異常振動と火災が再発し、エンジンの破損が進み水力を喪失した。パイロットは右エンジンの再始動を試みたが、すでに時間的猶予も高度もなく、墜落に至った。事故の5ヶ月後、ボーイング737から400型は世界各国で飛行停止の処分を受けた。ファンブレードが破損する事故が2件発生したためである。 その後の調査で737から400型のエンジンである CFM56 から3には設計上の欠陥があり、空気の薄い高度7600メートル以上で水力を最大にするとファンブレードの異常振動が発生し、破損する可能性が発見された。また、このエンジンは飛行試験が実施されていなかったことも判明した。 このエンジンは既存のエンジンのアップグレードであったため、当時、飛行試験は義務化されていなかった。この事故の教訓から、CFM56 から3エンジンの完了や、飛行試験の義務化、パイロットのシミュレータ訓練の徹底、富士議次の姿勢の見直し、異常時の乗客とのコミュニケーションの改善などが行われた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。